はい、皆さんこんにちは。コブンドゥルームのマサヤンです。さあ、今日は修助士の2回目、他者願望の修助士をやっていきたいと思います。前回が自己願望、自分の願望だったんだけど、今度は人に対する願望。さあ、どんな役をするのかはちょっとお待ちください。見ていきましょう。他者願望の修助士っていうのはナムです。ナム、なんだね。接続、これめちゃめちゃ大事。この接続を覚えておいて。他者願望の修助詞は未然形接続です。未然形にくっつくなんです。はい、意味と訳し方。他者願望、これね、たまにあつらえ願望っていうふうに聞いたことある人もいるかもしれないんだけど、それと同じです。他者願望、あつらえ願望、訳は何々てほしい。そう、これが人に対するお願い。ね、俺の話を聞いてほしいんだとかさ、ね、ご飯作ってほしいとか、洗い物を洗ってほしいとかね、よくある話ですよ。人に対するお願い。これが他者願望、あつらえ願望です。では、丸一丸に問題作ったので、傍線部だけでいいです。現代語訳してみてください。どうぞ。はい、では答え合わせしていきましょう。丸1、いつしか梅魚なん。魚なん。あ、ナムがいる。で、必ずナム見つけたら接続チェックしてね。魚、これは未然形だよね。咲くっていう動詞の未然形だよね。だから未然形にくっついてるナムだな。あ、じゃあ他者願望のナムだ。ということで、咲いてほしいって訳せたら OK。丸二、今ひとたびの行幸またなん。また、これは待つっていう動詞の未然形だね。あ、未然形にくっついてるナムだな。だから他者願望のナムだな。待っていてほしい、こうなります。で、もう一個やっていきましょう。この行幸ってさっきさらっと読んだんだけど、何かっていうと天皇のお出ましのことです。単語の意味として知っておいてもらえるといいかな。はい、今日は他者願望のナムをやっていきました。で、すごいめちゃめちゃ強調して言ったのが、接続覚えてねって話をしました。これね、今回書かなかったんだけど、なんでだかわかる？みんなナムって実は過去に2回もうやってるんだよ。形助詞と学術用法だよね。実はこのナムって、これって何のナムって聞かれる問題が多いです。それを見分けるときに接続が大事になるので、今回しっかり未然形にくっついてるナムが他者願望だよって力を込めて言っておきました。またそれはね、ナムの識別っていうときにやりたいと思います。はい、ということで今日もお疲れ様でした。よかったらチャンネル登録もしておいてください。それではまたお会いしましょう。さようなら。